皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、あなたに任せる本当というテーマでお届けいたします。高度成長期の大量生産大量消費の時代が終わり、バブル崩壊後の多品種少量生産で、1人樹脂トイレのね、時代ももう終焉間近という感じです。その間パソコンと各種ソフトウェアの普及、そしてそれに付随してプリンターもですね、非常に普及しました。で、昨年からは 3D メンジョンですね、 3D プリンターも注目を浴び始めています。この 3D プリンターなんですけども、紙に印刷する二次元のプリンター、これまあ普通のプリンターですね、に対して 3D メンジョンの CAD とかコンピュータグラフィックのデータをもとに立体物をこうね、造形するプリンターのことを言いますね。ランニングコストはね、私ちょっとわかんないんですが、この本体だけだったら今は10万円以下でも購入できるそうです。確か昨年でしたが、アメリカで 3D プリンターを使ってなんかピストルかなんかをね、作った人がいるというニュースが、世界をですね、駆け巡りましたよね。なんともですね、恐ろしい世の中になってきたということです。また製造業の世界では、この 3D プリンターの登場で試作品のね、製作が格段にまずスピードアップする、そしてコストに関してもですね、大幅に削減できるようになると言われています。大げさな言い方ですけども、好きなものを自由に個人で作れる時代にもう途中にしかかってるんですね。動画投稿サイトの YouTube が登場した時も、個人で放送局が持てる時代になったと思ったんですが、 3D プリンターの登場はまさにですね、なんか個人で、プロダクトのメーカーになれる時代とも言えるでしょう。こうなるとですね、あらゆる商品がオーダーメイドやカスタマイズが当たり前の世の中になる可能性が大きくなりました。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。オーダーとかカスタマイズが普及すると、難しい問題が一つだけ発生するんですね。それは注文の方法です。弊社はですね、コンサルティングがメイン業務なんですけども、まあ、それに付随する業務として紙媒体の、ね、デザインも行うときがあります。ただし、コンサルティングを行ったクライアントに対してだけなんですが、まあ、時々ね、ちょっと人から聞いたんだけどということで、名刺とかチラシのデザインを頼まれることもあります。その場合ですね、こちらがからですね、目的、まずその、ツールとかを、ね、出す目的、そして内容、あと客層ですね。で、デザインの方向性とかイメージなどを、結構ね、しつこく聞くんですね。で、そして、ライティングとかデザインの提案をさせていただくと。ただですね、滅多にはないんですけども、ライティングとか デザイン、まあ、その他全部含めてですよね、御社に丸投げのね、会社があるんですね。まあ、丸投げっていうのは言葉悪いんですけども、まあ、御社に任せたよと。あなたに任せた。あとは適当にやってくれということなんですね。まあ、適当っていうのはいい加減ということではなくて、ちょうど最適になるようにやってくれということなんですね。信頼しているから任せられるといえば聞こえはいいんですけども、これがですね、後々困った問題を引き起こすことが多いんです。先方にしてみると、プロに依頼したのだから、ヒアリングなどね、大してしなくても、最低レベルの仕事ができるはずだと思ってるんですね。指示とか要望が不明なお客様なんです、こういう人たちっていうのは。昔はですね、このような仕事もですね、引き受けた時期もあったんですが、今は基本的にですね、こう丸投げの仕事っていうのはお断りしています。その理由は、任せたというね、お客様に限って、デザインとかライティングの叩き台を見せると、ああでもない、こうでもないと要望をですね、激しく言ってくるんですね。具体的にはですね、自分が思ってたイメージと違うっていうのが、要望の第一なんですね、こういう時。ただ、こちらにもね、言い分があるわけですよ。イメージがあるなら、一番最初に聞いた時に言ってほしかったということですね。まあ、そうは言っても、もうこれは後の祭りです。一旦このような関係に陥ってしまうと、お互いですね、嫌な思いをして、そのままもう平行線ですよね、もうね。
このようなこともあって、十分な打ち合わせとかヒアリングができない状態でデザインの仕事を引き受けることはもう今はやってません。これですね、紙媒体のね、デザインだから、泣き寝入りね、ができるんですよね。これ、住宅だったら大変なことですよ。このようにオーダーとかカスタマイズの商品やサービスが普及すると、売り手も買い手もですね、それ相当の打ち合わせが必要になりますし、一緒に力を合わせて一つの商品とかサービスを創造するというね、こんな大体イメージになりますよね。ですから、真の意味でお互いの信頼関係が必要ということです。そうなると、いかにして信頼関係を築くかが一番の課題になりますよね。オーダーとかカスタマイズに関わらず、任せたの一言はですね、これ非常に注意が必要です。その他、具体的なニーズが明確でない状態での何か提案してほしいっていうね、こういったリクエストもですね、非常に危険なので気をつけてください。私は痛い目に何回もあったことがあります。いい勉強になりました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、チャンネル登録のバナーが出てますので、ぜひぜひ、アキナヤカドカドチャンネルを登録してください。よろしくお願いします。